パイアップルパイアップルパイアップルパイとは砂糖ににしたリンゴを詰めてオーブンで焼いたパイのこと。アップルパイは国により形状や味が様々であり、オーストリアではパイ生地でロールケーキのように巻かれアップフェルシュトゥルデルと呼ばれる。日本におけるアップルパイのステレオタイプ的な円形に成型され、パイ生地に包まれたアップルパイはアメリカのものである。 アップルパイにアイスクリームを添えて供されるものはアップルパイアラモードと呼ばれる。形状は円形のホール型、パイ生地でくるりと巻いたロール型、パイ生地でリンゴを挟んだサンドイッチ型など様々ある。リンゴは砂糖で煮詰めたプリザーブ状のものをパイ生地と一緒に焼くパターンもあれば生のリンゴをそのままパイ生地と一緒に焼くパターンなど様々ある。 アップルパイはアメリカを代表するデザートで、アップルパイのようにアメリカ的だという慣用句があり、日本人にとっての味噌汁同様にお袋の味を連想させる。ヒットしたアメリカのコメディ映画にもアメリカンパイという作品があり、英語学習用の教材にも、K ヘザリアメリカンパイシリーズがある。いずれもアップルパイを想定して名称が付けられている。 アメリカでのアップルパイの歴史は、イギリスからやってきたピルグリムが、リンゴの種をまいて育て、収穫したリンゴで、アップルパイを作ったことに遡る。アメリカ東海岸から西へ、リンゴの種をまきながら移動した、ジョニーアップルシードの伝承も有名である。リンゴは環境への適応が、比較的強く、生水が危険で飲めず、小麦が貴重品だった当時は、 リンゴは重要な飲料水と炭水化物の摂取源であり、貴重な小麦をかさ増しできる、アップルパイは貴重な主食だったという。感謝祭には、メントリの丸焼きや、コーンブレッドの他にアップルパイを出すことが多い。19世紀にアメリカ西部に乗り出した開拓者たちの間で、リンゴを使わずにアップルパイのようなものを作る方法が考え出された。 これは、モックアップルパイと呼ばれて、これを、ナビスコのリッツクラッカーを使って作るレシピが1930年代に広められた。この歌子は、本物のアップルパイには及ばないものの、レモンやシナモンを使っており、リンゴを使って作ったものと近い味を出すように作られている。アップルパイという名称こそついているが、クッキーなどを、パイ生地の代わりにするレシピとは別物である。 ファイル、アップルパイマップ .jpg 広崎、アップルパイガイドマップ直径2メートルの巨大、アップルパイ6種類のアップルパイ食べ比べリンゴの生産量が日本一の青森県広崎市では、アップルパイを用いたイベントが行われている。ありがとうございます。